こんにちは荒木和弘です、えー、韓国の大統領というとですね、終わると捕まるっていうようなことがですね、まあ、一般的になってます。まあ、今のユン・ソギョル大統領はどんなもんか、まあ、ちょっと分かりませんけども、えー、これ、まあ、どうしてこうなるかということを前にもお話し,しましたが、やはりあの大統領にです、ね、権限がともかく集中する、えー、中央集権制、えー、ものすごいあの一極集中のですね、 お国柄がやはり影響をしていると思います。あの、我々学生の頃ですね、その朝鮮半島問題の一つのもう定番的な参考書だった本にですね、グレゴリー・ヘンダーソンというアメリカの学者さんの書いた、えー、朝鮮の政治社会というのがありました。これ、あの、現代がですね、The Politics of Voltex。 えー、渦巻きの政治学っていうのは、そういう渦巻きの政治っていうのまあそういう内容の、もうまさにそういう,こう渦巻きの中心に向かって、すべてのものがあの集まっていくっていう、まあ、そういう分析だったんですね。で、えーまあ、本当にそうだと思います。でもともと、李朝の時代からですね、この朝鮮というのはあの中央集権。 であって、地方に権力がまあほとんどなかったと。えー、ですから、地方にはまあ役人が派遣されていって、そこでまあどれだけあの金儲けて、でそれを賄賂にして、で中央に戻るかっていうことがですね、あの最大の関心だったと。地方でえまあ力を貯めると。 いうようよなあの、まあ、つまり日本の封建制のようなですね、最終的に江戸幕府を、長などが、まあ、倒していった、まあ、こういうようなその地方の力っていうのは、えー、作りえないですね、そういうようなことになっていた。えー、ですから、まあ、今でも、今の北朝鮮だって、もうそれは絶対にさせないようにしてます。 かつてまああの第6軍団事件とか、そういうクーデーター未遂なんかもありましたけれども、ともかく地方に力を持たせないというふうにしてきたわけですね。だから今でもやっている争いというのは、大げんかしてますけれども、要はピョンヤンの王宮の中での争い、えー、まあ本当は韓流ドラマならぬ潮流ドラマというようなことなんですね。 で、えー、前韓国の前のムン・ジェイン政権、改めて見てみると、これ、ひどい政権でした、本当にですね、もうともかく日韓関係のか最悪になったわけですけども、これもムン・ジェイン政権の方針自体が、日韓関係を悪くすると、ね、あのなんかがあって結果的に悪くなるというんじゃないですね、もう悪くするということ自体が目的でしたから、もうともかくどんなものでも使えるものはみんな使ってやったと。えーまああのー いわゆる日本海でのレーダー照射事件もそうですし、もうさまざまなことをですね使ってきた。で、その前のパックネ政権の時の日韓合意もひっくり返すと、まあ、そういうことですね平気でやってきた政権です。でもそれをやったもう上が決めちゃうと、ですねあの国のお役所というのは基本的にはもうそれには逆らえません。これでで含めてですね えー、軍も、やはりあの、日本以上にシビリアンコントロールが効いてるものでですね、大統領が変わると、もう、ガラッと方針が、えー、変わってしまうということがありました。えー、昔、のムヒョン政権の時だったかな。やはりあの、まあ、左翼政権の時に、その軍の中でですね、えー、上官にタメ口を聞く部隊が民主的ないい部隊みたいなことを表彰されたかなんか、やんなことがあったような気がします。 えー、というほどですね変わっちゃうんですね。まあ日本でもねあの戦前政友会と民政党の争いの時はですね政権が変わるともうなんかあの地方の、えー、警察署長までみんな交代になるっていうことがあったそうなんで、えー、あまり人のこと言えないかもしれませんけれどもまあでも韓国はあもう本当にあの非常に激しいです。だから、えー、今やっぱりみんな心配するのは例えば今の。 ユンソの政権との間、うまくいったとしても、これが次の政権に続くのかということなんですよね、えー、もう4年後には新しい大統領になるわけで、そうなったときにです、ね、その大統領が引き継いでくれればまだいいけども、私、全部ひっくり返されて、ですねムン・ジェインのときみたいになってしまったらどうしようと、これも日本の側で絶対にもう抜き難い不信感です。 だから、この点はわれわれも絶対にです、ね、そこで譲歩したりすることはしてはいけないと思います。で、あの政権がどうかあるかというと、これは韓国人が決めることで、日本人決められませんから、次の政権が例えば、またムン・ジェインみたいなのはですね大統領になったとしたらば、もうその時はもう徹底的にですねあの相手側のその理不尽な方針については、対決姿勢を示すと。 いいいううこととが必要ななんではないだろうかと思いますもちろん今の政権だって、えー、またどっかでですね、もちろん韓国の政権ですから、日本の政権じゃないんでね、えー、韓国の政権ですから、また向こうの都合で、えー、変わることだって当然あり得ることだろうというふうに思います。で、その時にこっちが、えー、右往左往しちゃいけないんで、こっちはもうやはりもう絶対に基本をですね、あのまあ、変えてはいけない、ねえー、ということにともかく尽きる。 と思います、えー、あちらはもうその変えないと生きてこれなかった周りがやっぱり大国に囲まれてますそれは中国ロシアもあるわけででアメリカも今はかかっているわけですからそういう中でですね生き残っていくためにはあともかくもう急に方針を変えるっていうことがやっぱりどうしてもせざるを得なかったで、えー、やはりどこに権力があるのかどこに力があるのかっていうのはやっぱり見る、えー、ということはですねものすごく あの生き残るために重要だったわけで、これはもう、我々みたいにですね島国にいてのんびり暮らしてたのとはやっぱり違うということだろうと思います。ですから、まあそういうもんだということを理解した上で、我々はともかく我々の基本を崩さないということが大事なんではないだろうかというふうに思います。今日もありがとうございました